屋島の戦で平家を破った義経は、落ちる平家をさらに追い、壇の浦で遂にこれを滅ぼした。戦勝を報告すべく義経は京に戻ったのじゃが、妬む者でもおったのか、謀反の罪を着せられての。 義経は密かに奥州は平泉まで逃れたのじゃが、その平泉で敵に追い詰められつつあるようじゃ。奥州を治めるは名門藤原氏、義経とは盟友のはずじゃが、下級の事態じゃ。 先に行け弁慶。衣替え、私もすぐ後を追う。
その家の道は藤原勢に抑えられてしまわたようじゃ。金色堂へ通じるというこの洞窟を抜けるしかあるまい。それにしても、お堂の裏に隠し金山とは。これが欧州の映画の秘密というわけか。凄まじい霊石の気配よの。
Thank you.
Oh!
悪く思うな。これも奥州藤原のためよ。 Thank you.
追われる見込みでよもや藤原の者まで裏切ろうとは。だがこの過ちの数、おそらく敵は藤原勢だけではあるまい。弁慶を追うぞ。私はまだ死ぬわけにはいかぬ。
られものだ。この借りはいずれ このあやかしを打つ刀は我が源氏の祖より伝わりし太刀。よもや二振り目を見ようとは不思議なこともあるもの。この者はわらわと同じく時を超える力があるようじゃ。刀を携えこの時代に招かれたるのは何か定めがあるのじゃ。まあ伝承の使い手たちに比べればまだまだ小わっぱじゃがな。手厳しいな、お師様は。
勉強がまず急ごう。伏兵がおるやもしれん。養生せよ。
して止めねば。殺し合いが好きか、人間ども。
ん？あんた、確か秀千代さんか。いや、おじきが危ないって言うからさ、まあ助けに来たんだけど、あんたの方が強そうだし、あんたに任せるよ。おじきも水郷だと思わないかい？信長様のためにああまで命を懸けてね。おじきも水郷だと思わないか？
助かったぜ。ありがとうよ。
だが信長様のもとへ帰るにはまだまだ手柄が足りねえ。何？一緒に来てくれるのか。ありがてえ。お前がいたらあやかしだって怖かねえぜ。
匂いがしやがる。手柄は近えぞ。証拠りもなく首となりに来た。よっしゃー、秀千代ありがとよ、助かったぜ。これできっと信長様も。あやかしの味方だよ。
聞いてくれよ。おいイノシシ侍、あやかしだからって俺らを舐めてやがる。ありがとう。
と来やがれ。
こっちだ。Tip! Yeah, tip! Tip!
おや、また新しい方がいらっしゃったようです。賑やかになるのは嬉しいのですが、複雑な思いはありますね。ここは、おかしくなって暴れちまうなんて情けねえ。迷惑かけたな。実はな、最後にお前と本気でやり合ってみてんだ。どうだ、お前もやってみてえだろ。